シャイニングスターチャンコク童話劇第3話ピーターパン。永遠に子供に残りたかったカリオペは大人になりました。ところが本当に永遠に年を取らない子供ナラを見つけました。嫉妬を感じたカリオペは片手が服のベトを探していきました。ベトはナラを大人にしたければ影を奪えと言いました。カリオペはナラの影を奪い勝利感を満喫した瞬間、ベトに自分の影とナラの影をすべて奪われました。影を強奪したベトはもう一方の手間でフックにならないためにビッグゼインに影を捧げました。そして次の獲物を待ちながらフックを研ぎました。